はい、えー、こんにちはレトスの尾野です3月10日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきますやる気がなくならない限り失敗はありえない哲学者であるエルバート・ハバードの言葉ですやる気っていうのは勉強において非常に重要な要素ですやらなければいけないけれどもやる気がないと勉強はできません そんなとき何か対策を考えていますでしょうかやる気を出させるスイッチは人によって異なります。私はやる気がないときは勉強しません。これが一番の解決策になっています。こうすることによって逆にやばい、やらないとまずいなっていうふうに思うんですね。で、その結果やる気が出てきます。あなたにとってやる気スイッチは何かを探すことは非常に重要なことです。ぜひ探してみてください。 そして個別指導は今日の夜中の24時になると値上げとなってしまいます。丸空きではなかなか卓球に合格するのは難しいです。実力がついていないな、理解できていないなっていう方はぜひ個別指導をご検討ください。今から理解学習を実践できれば今年の試験には十分間に合います。ぜひご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っときますのでそちらからご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。 A 所有の土地が A から B、B から全員無価値の C へと売り渡され、移転登記もなされたが、A の錯誤が原因で、AB 間の契約が取り消された。この場合、A は登記なくして、全員無価値の C に対して、錯誤による取り消しを主張できる、ルか×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で答えはこれ×ですね。 で問題文の状況を図にするとこんな感じです。A が B に土地売り渡して、B がこの土地を C に売り渡したという状況なんですね。で、C さんっていうのは A さんが勘違いをして売っちゃったよってことを善意無過失つまり何の落ち度もなく知らなかったということですね。無過失っていうのは落ち度がないということで、善意っていうのは知らないってことなんですね。何を知らないかっていうと、 A が勘違いして売ったこと。つまり A が、えー、作後に陥っているということを知らないってことですね。で、知らないし、それに対して何の落ち度もないんだ。無過失なんだという状況です。で、この状況で A は C に対して取り消しできるかって言ってるんですけれども結論から言うと取り消しできないんですね。この作後により取り消しっていうのは全員無過失の第三者に対して対抗できないんですよ。 今回 C さん全員無価失ですよね。つまり A さんは C に対して対抗できない。つまり A はこの土地返してっていうふうに C に言えないんですね。つまりもうこの土地っていうのはもう C さんのものなんだということになります。これは登記の有無は関係ありません。まあ、今回 C さん登記持ってるんですけども、C さん登記なかったとしても、登記があったとしても関係なく全員無価失であれば保護されます。で、今回の内容については個別指導のテキストの P5。 5ページですすねに記載しておりますで昨日の動画のえ昨業の成立要件及び例外ですね、表依者に重過失があった場合でも取り消しができる、その場合についてはテキストの4ページですね、こちらに表でもまとまって整理されていますので、え必ず確認していただければと思います。で問い2ですねえ、宅建業者の免許の有効期限は5年で、 免許の更新の申請は有効期間の30日前までに行わなければならない。まるか罰かという問題です。え答えは罰ですね。この部分が誤りです。30日前までに行わなければならない。ここが誤りです。え免許の有効期間5年。これは正しいです。ただ、免許の更新っていうのは有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならないんですね。 90日前から30日前までのこの間に行う必要があるんですよ。問題文の30日前までってなってくると、例えば200日前とかでもいいことになるんですよ。それはダメですよね。例えば4ヶ月前、これ120日前ぐらいですかね。これだと早すぎるからこれもダメですし、また有効期間満了の日の15日前、これだと遅すぎるんですよね。これでもダメだと。この間でやってくださいねって話です。で、これだけ覚えるのは非効率なんですよね。 で個別指導では4つのポイントを、えー、お伝えしております。まあ、こういった部分ですね、関連ポイントを合わせて勉強すると、これが重要なので、まあ、こういった勉強ですねぜひ、えー、自ら行っていきましょう。で、問い3ですね。A が所有する監視区域内の土地、えー、面積1万平米を B が購入する契約を締結した場合、A 及び B は事後届で行わなければならない、丸か×かという問題です。えー、答えは×、えー、です。 事後届でっていうのが誤りですね。まあ、正しくは事前届でです。監視区域っていうのは、事後届出ではなくて、事前届で。つまり、契約する前に届け出が必要なんですね。で今回、特別に合わせて覚えていただきたい部分をお伝えいたします。監視区域内において事前届け出が必要となる面積。これは、都道府県の規則。これで定められます。 この面積っていうのは、事後届けでよりも小さい数値で定められるんですね。例えば、事後届けでの場合、市街区域内では2000平米以上で届け出が必要ですよね。一方で、事前届け出の場合っていうのは、市街区域内では、例えば100平米以上の取引で事前届け出が必要といった感じで、この2000平米よりもちっちゃな数字で定めます。つまり、より小さい面積での取引、 これも届け出の対象になってくるというわけなんですね。なぜかというと、監視区域っていうのは、それ以外の区域、つまり、事後届け出の区域よりも、地下の高騰の可能性が高いんですね。なので、より注意深く監視が必要なんですよ。そのため、事後届け出の面積、まあ、2000平米よりも小さい面積で定めて、届け出をするようにしています。 でさらに追加で頭に入れていただきたいポイントとしては、事後届での場合っていうのは、飼い主のみが届けで義務者でした。つまり、売り主っていうのは届けでしなくてもいいんですね。一方で、事前届けでの場合っていうのは、売り主と飼い主、双方が届けで義務者となりますので、この点も合わせてえ頭に入れていただければと思います。 そしてはじめにもお伝えをした通り個別指導は今日の夜中の24時になると値上げとなります丸暗記ではなかなか達見に合格するのは難しいので今現状で実力がついていないな理解できていないなっていう方はぜひ個別指導をご検討ください今から理解学習を実践できれば今年十分合格していただけます今年絶対合格したいっていう方はぜひ個別指導をご検討くださいあなたの事故をお待ちしておりますレトスの小野でした